こんにちは、ジャスト株式会社代表関正樹です。今回は、はい、月空に見る、はい、月空知ってる、はい、デートで、デート、今主人公アン、はい、ともう一人誰だっけ、名前がちょっと僕も分かんない、はい、を見るちょっと、はい、今月のモチベーションについてお話します、はい、モチベーションかな、まあ、動機づけだよね、はい、まあ、前にも言ったんだけど、結婚って何、はい、結婚の目的、はい、ちょっと違う角度から今回言う、はい、目的、何にするにも目的にも4段階がある、はい、何だろう、維持、うん、まあ、維持、維持、これ、あ、逆だ、逆ですね、バカバレる、維持、維持が一番下でしたっけ、違いますね、生存、生存が、生存が下ですね、生存、維持、自己満足、うん、貢献です、貢献、こう、まあ、このレベルがこうあるんだね、はい、で、主人公の、国家公務員、はい、東大を出て国家公務員になってる女の子は、はい、どういう目的、お父さんを悲しませたくないっていう、はい、まあ、要はあれだよね、お父さんを笑顔にして、まあこれ維持だろうね、はい、女性の方はね、はい、であと相手方の、はい、高等優美は、はい、高等優美、高等優美は明らかに生存が、ね、はい、分かる、なぜか、はい、要はお母さんがもう病気だから、はい、次なる養ってくれる女性を求めてるわけだ、はい、でこれってうまくいくかだな、うん、うん、これってうまくいくかだな、難しいと思います、うん、なぜ、まあ、まず、まあ、目的レベルが合っていないので、うん、そのお互いに生活しようと思っても、うん、その意見の不一致というか、うん、お互いそのやりたいことがバラバラで、うん、うまくいかないかなと思うんですけど、まあ、これは自分の夢っていうか、はい、自分のなんていうか欲求を満たすそうとするだけで、はい、お父さんを笑顔にさせたい、はい、まあこれ、まあ、結局自分を、ね、のことなんでね、うん、で音がこれはもっといけない、自分がもう、はい、ちゃんと養われたいってことは、はい、うん、自分がもうの生活、働かなくても良い状況を作りたいってだけだ、はい、うん、で結婚する、最近結婚したから分かると思うんだよ、はい、どういうレベルになる結婚するときって、結婚するとき、うん、僕は貢献ですかね、そうだよね、はい、ここじゃないとうまくいかないんだ、はい、私の夢はあなたの夢、はい、あなたの夢は私の夢、はい、まあ、相互貢献だね、はい、どちらか一方じゃダメってことですよね、そうそうそう、はい、要はこの女性主人公が、そんならばあなたの働かなくても食べさせてあげたい、はい、心から思う、うん、はい、で男性もこの女性がね、お父さん悲しませたくないっていうか、はい、だからそれを心からやっぱこうお互いのこう何だろう、願望をこう共有して、はい、なればうまくいくだろう、うん、しばらくは、はい、しばらくは、らくは、はい、でここにどう多分上がっていくかだよね、はい、多分このプロセスがこれから描かれると思う、はい、でやっぱお互い愛おしくなる、多分ね、こう働まあ、前も言ったけど、この正反対なんで、この女性と男性で、はい、文系と女性、うん、はい、理系と、はい、あと、まあ、一生懸命働く人と、はい、全然働かない人、はい、うん、でこれ結ばれやすい、嫌でも、うん、魂的に、はいはい、これどうしても惹かれ合っちゃうんで、はい、で
ここのこの何ていうのかな、お互いの夢の共有、はい、共通じゃないんでね、はい、お互いの望むことを自分もやる、はい、本当に心から望む、うん、あのいうことができれば大丈夫だよね、はい、うん、そうですね、ここのプロセスなんで、でもね、ここでやっぱね、あのこのプロセスの中でいろいろ障害が出てくるから、はい、うん、乗り越えられるかな、どうかな、はい、ということです、はいはい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。